どうも、霊夢です。どうも、マリサだぜ。今回はウプ主の2台目の自宅信号機を紹介していきます。ウプ主、2台も信号機を持っていたのか ?2022 年の10月から所有しています。はい、こちら。薄型?しかも高機筐体です。しかも年角3レンズだし、一体何年製なんだ?聞いて驚くな、この陶器は。2019年3月製。量産製とは珍しいな。にしても2019年製は新しすぎないか?そう思い、この陶器の前世を調べると仮設陶器でした。仮設陶器は役目が終わると廃棄されるのか?そういえば、量産の新旧ロゴが揃いました。名盤のフォーマットが異なるな。おまけ、面角3ユニットの中身。一粒一粒ずつレンズがあることは初めて知ったぜ。裏面。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価良ければお願いします。